柳原照博です。今回ミラノの、エキシビションにあたってですね、テーマである捕食を使うという、ネガティブな条件の中でこう日本人がどう取り組むかということをみんなで考えたプロダクトなんですけど、僕は今回椅子とキャンドルホルダーを提案しました。でこの椅子はですね、一見ランダムに 見えるんですけども、実はそのこの黄緑と赤紫という補色の関係があって、でこの黄緑の後ろには必ず赤紫があるという、一見すごくランダムに見えるんですけど、実は構造としてはですね、すごくシンプルな関係性で成り立っている、テーブルです。で実はここから上と下は分かれてまして、でそれぞれの円がですね、中心線をずらしているので、こう回転するとどの形にも同じ形ができないようにアンシンメタルな構造になってまして、でその黄緑と赤紫の関係っていうのはですね、それぞれ構造としては引っ張る力とこう、押す力っていう関係性が必ずその建築の構造にはあるんですけども、その中でそれぞれを補っている関係を色で、表現したプロダクトです。で将来の夢はですね、いろいろあるんですけども、今はその創造っていう日本語があるんですけど、それは、クリエーションとイマジネーションっていう両方の言葉があるんですけど、その2つをですねずっと継続して、生きていきたいなと思っています。ありがとうございました。